皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。早速いくチャンネル動画のご視聴ありがとうございます。また今日停電になったっていうわけじゃないんですけれども、今ちょっと外にいまして、もう帰りの大合唱が聞こえるかなとは思うんですけど、今日は6月の5日なんですけれども、今だいたい夜の8時くらいなんですけど、今日はですね、うちの上空をですね、国際宇宙ステーションが通過するというような情報が先ほど、ツイッターの方に入ってきたんですけれども、で通過するのが8時5分から6分くらいに、おそらくはうちの空を北西から南東の方に飛んでいく感じなのかな。はい、で今日はちょっと天気が悪くて、午後からちょっと雨降ったりしたんですけど、その後雨止んで、今は部分的ですけど、星空が見えてます。はい、でまだ完全に日が落ちきってないんですかね。まだちょっと西の空がうっすら明るい感じなんですけど、まあ間もなくその時間になると思うんですけどね。多分見えてればこうスーッと、流れ星のように動いているのが見えるんじゃないかっていうことですけども、多分このカメラではね、映んないと思うんで、まあせめて肉眼でちょっと見たいなと思います。じゃあちょっと明かり消します。あれかもしれない。ちょっとですね、やっぱりカメラには絶対映ってないと思うんですけど、今ゆっくりですけど、こう光の点が南西方向から見えてます。ゆっくりこう自分の方に迫ってきてる光が見えます。これ間違いなく国際宇宙ステーションだと思うんですけど、見えないよな、このカメラではちょっと厳しい。はい、光が結構強くなってきたんで、見えるかなと思うんですけど、画面中央に、結構明るく映ってますよね、この光がね。これが今画面の下の方が南東の方角なんですけど、そっちに向かってぐーっとこう動いています。はい、これが国際宇宙ステーションの光ですね。はい、今全天では今一番明るく見えています。他の星をこう圧倒して明るく見えてます。今南東の方角に、ほぼほぼ消えましたね。はい、はい、というわけで、まあ一応カメラで捉えることができましたね。というわけで、たまにですね、JAXA の方では希望を見ようというハッシュタグがついて、今回のような ISS が上空をこう飛ぶときに情報をこう流してくれるので、もしよろしければ夜空を見上げてみてはいかがでしょうか。で、まあ結構空の高いところ
飛ぶようになったと思うんですね。この真上を飛ぶということはこう首を完全にこう曲げて思いっきり上を見るようになったと思うんで、ちょっと首が疲れちゃうと思うんで、まあ時間に余裕を持ってですね、眺められればいいかなと思います。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。